はい、松坂駅の駅弁、黒毛和牛桃太郎弁当です。こうやって取り出すとすごいインパクトだな、これ牛のね、顔が出てきますね。すごいな、これ。このインパクトすごいな。よく作ったよね。で、蓋を開けるとメロディーが流れるって書いてあるんだけど、本当に流れるのかな。すごい。マジか。焼き風の牛肉弁当ですね。素晴らしい。なんて駅弁だ。これ電車の中で開けると結構目立ちますね。外観から何から音楽まで流れて。いや、すごいな。これはね、面白いです。ぜひ買ってみるといいですね。お土産なんかにも最適かもしれない。私はこれから食べてみますけどね。いやー、素晴らしい。食べてみる。いやー、うまそう。これはうまっ。これうまっ。